旧賀江川は、静岡県静岡市を流れる賀江川が、改修工事を受けて直線化された際に残った旧稼働である。静岡市が巡洋河川として管理するのは、野島地区の一部 0.48km だが、本港では高橋町、永楽町、東大局町も含め、周辺に残る旧稼働について扱う。 旧友江川の一明治39年から大正3年に、かけ、友江川水害予防組合、土地改良区によって、長尾川五流部から千五橋までの約5キロメートルが直線化された。旧稼働の大部分は埋め立てられたが、いかにその痕跡を見ることができる。清水区の島と北脇の間を流れる旧友江川、の島浸水公園付近から約1 4キロメートルに渡り、 旧蓬川が大きく蛇行していた様子が見られる。江戸時代以降、この地域は良質な粘土が産出され、また旧蓬川を使った水運にも恵まれていたため、清水河原の一大産地であった。最盛期には、近隣に108軒の河原屋があったと言われる。現在の蓬川の右岸、高橋町の南側を流れる小川も、蓬川の旧河道である。元来、蓬川の砂岩が、 高橋、右岸が、北脇神殿であったが、前日のともえ川改修工事により、高橋が分断され、一部が右岸に取り残される形となった。清水区、高橋町から渋川へ流れる旧ともえ川、渋川橋付近の左岸、永楽町から江尻台町にも、0.45km に、渡りともえ川の旧稼働が見られる。昭和39年に、 東海道新幹線が開通した際、付近は森土地区間であるにもかかわらず、旧稼働をまたぐために橋梁が設けられた。当時は新幹線の西側にも明確な三日月湖が残っていたが、現在は小規模な水路と駐車場になっている。旧賀江川をまたぐ新幹線高架橋をまた、旧稼働の周辺一帯は、大雨の際に浸水しやすいため、賀江川との合流点に、 花の木ポンプ所が設けられている。花の木ポンプ場、平成24年頃までは、旧清水自動車学校の裏を取り囲む形で、三日月子が残っており、貯木場として利用されていた。その後埋め立てが行われ、平成27年以降は、ホームセンターの駐車場となっている。清水区、東大局長に残っていた、三日月子埋め立て中の三日月子。ありがとうございます。